はい、皆さんこんにちは、ビジュマイです。今回ですね、アンビシャスカードにも使える技法の一つでございます。例えばお客さんにカード1枚選んでいただきますと。例えばこれがハートの5でございますね。でハートの5を中に入れてあげますと。こんな感じでございます。まあこのまま指を鳴らしてアンビシャスカードにつなげてもいいですし、まあ例えばカラーチェンジね、これね、ハートの5に変えるっていう感じにもできるので、もし惜しかったら簡単にできるので使ってみてください。ということで解説 Here we go! ハート元気。はい、ではこちら側から解説していきます。まあフォールズスリップのことですね。まあこういう感じで、例えば、まあさっきのハートの5だったんですけど、ハートの5ですね。こういう感じで中に入れてあげると。まあ実際はですね、トップのこうカードをスリップしている。まあ普通だったらこう、スリップするんですけれども、そうではなくて、こうスリップするとき親指もここに配置しながら、こういう感じですね。まあスローでやると今みたいな感じで、まあこちらのですね、右手にあるパケットのボトムのカードを、まあ、親指をここにしながら、中指、薬指などを使ってこのようにスライドしてるっていう感じですね。まあ原理は至って簡単で、それをですね、こういう感じで、まあ結構なんだろうな、分かるとかなり分かりやすい現象になるんですけれども、まあ普通にね、話術だったりとかですね、喋りながら一連の流れでやるとですね、意外と使えるデータだと思いますので、ぜひやってみてください。僕の現場で結構ね、使ったりとかもするので、まあ実用的なところもあるんじゃないかなと思います。まあアンビシャスカードに使ったりとか、まああとはトップのカードですね、トップに保持するっていうのでも、まあ全然使ってもよい、いいんじゃないかなと思います。で最初はですね、結構勢い余るとですね、今みたいにちょっと滑っちゃったりとかもするので、まあ鏡とかを見ながらですね、まあ違和感がないところでやってみてください。まあ、あとは結構ですね、トランプの柄によってですね、すごい分かりやすい、分かりづらいっていうのがあって、まあこういう感じですね、エッジも全部印刷されているものはですね、こういうのはですね、目の錯覚だったりを使って分かりづらくなったりするんじゃないかなと思います。で、逆に、まあこういうフォンテインだったりとか、結構ですね、デザインがシンプルなやつはですね、意外と目の錯覚がですね、使いづらくなるので、トランプの柄によってもですね、意外と使えたり使えなかったりするのでですね、そこら辺はちょっと注意が必要かなと思います。まあただですね、意外とその心理的な錯覚もあるので、まあ選んだカードを真ん中に入れます。こういう感じで、まああとですね、例えば、まあ前後にこのスリップをですね、実際にやってアンビシャスをやるっていうのを前後に加えておくとですね、いざこれを使うときにですね、違和感がなくできると思うので、そこもちょっと重要かなと思うので、まあ単発でいきなり使うっていうよりも、まあ前後にですね、このテクニックを入れて、まあ間にこのテクニックを挟むという感じに使うと効率的なんじゃないかなと思います。まああとは選んでいただいたカードを、まあクラブの6ですね、これを中にこう入れるという風にして、まあスリップをしながら、まあダブルで取って、まあこれをですね、例えばカラチェンだったりとかに使ってもいいんじゃないかなと思います。まあいろいろ活用できる技法だと思うので、ぜひ使ってみてください。ということで、もしよろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ、ピューン。守備、加藤さんが最後静か。ピョン。